はい、ではですね、平和主義と自衛隊という単元にですね入っていきたいなと思います。よろしくお願いします。ここですね、結構大事な話なので、ちょっと真面目テンションで授業します。はい、まあ、ずっと真面目なんですよ。はい、でこのね、平和主義っていうのはまあこうね、憲法の前文と第9条で述べられているんですよね。でまあここではですね、ちょっと第9条にちょっと触れていきたいなと思います。で日本っていうのはやっぱりですね、第二次世界大戦の反省を生かして、その平和主義っていう考え方を持ってるんですね。でその平和主義って言ったところの中でのそのルールって言ったところなので、まあ、この第9条って比較的やっぱりまあ憲法のこう日本の国憲法の、ね、特徴としてよく言われます。だからやっぱりまあ結構問題でも出てきたりとかね、定期テストでも出てきたりとかします。でその中でまあちょっと第9条ね、しっかりとですね、まあ今回読んでいきたいなと思うんですけれども、まずはですね、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、まあ要は平和を求めていきますよっていうことで、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は国際紛争を解決手段としては永久にこれを放棄する。この永久に放棄してるっていうのはしっかり覚えておきたいところですよね。でそして2つ目、全公の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、この陸軍海軍空軍を保持しませんっていうことをこうですね、憲法で言うてるわけです。でそして国の交戦権はこれを認めない。まあこの交戦権っていうのは平和主義のところでも出てきたと思います。この単語割とよく出てくるんでしっかり覚えておきましょう。で、まあ、こういうこの憲法って言ったところはですね、まあ必ずね、まあやっぱり日本国民たるもので、やっぱりこうね、憲法目は通しておいてほしいんですけども、全部にね。で特に第9条に関してはしっかり見とこうねって言ったところです。でその中でまあこの平和主義、まあ憲法9条であったりとかといったところで、まあポイントが3点あるんですよね。でまず一つ目から見ていくんですけれども、じゃあ憲法ですね、国の最高法規である憲法の規定っていうのは何なのか。はい、まあ、前文の中では国際協調と平和主義っていうのを求められてて、でこの平和主義っていうのを第9条の中で具体的にこの3点のポイントっていったところを押さえてるっていうことです。でこの平和主義のこの3点のポイント、めちゃくちゃよく問題に出るからしっかり覚えておいてください。まずは戦争の放棄ですね。戦争の放棄で、戦力の不保持、陸海空軍それを持たずって言っとったよね。であとは交戦権の否認です。はい、この3つ、めちゃくちゃ大切なのでしっかりと覚えておいてください。でもなんか戦力持たへん言う割には自衛隊あるやんっていう風に思いません？この自衛隊っていうのは何なのかっていったところで言うと、政府が言うにはね、自衛のための必要最小限度の実力ですよっていう風に言ってるわけです。だから自分たちの国家を守るための最小限度の実力ですよっていう風に言うてる。だから憲法のこの9条には違反しないレベルですよっていう風に言うてます。 OK、 まあなんかね、いろいろ調べてったら日本の自衛隊ってまあまあちゃんとしっかりと軍備持ってたりするんですけれど、まあ、それはあくまで自衛のためのっていう風な戦力だよっていうのは覚えておきましょう。あとはね、自衛隊とかっていったところもこの海外派遣とかっていったところがね、よくねこう問題になったりするんですよ。だから自衛隊は軍隊だとしたら海外に派遣するのはおかしいとかね、なんかそんな言うたりとかする人もおるんですよ。ただこの自衛隊っていうのは、今ね、まあ、その国際平和維持活動、まあ、平和維持活動って言った方がいいかな、PKO 活動とかっていったところには派遣されてたりとかしています。だから海外で何か災害があったりとか、そういうこう紛争があった時に平和維持活動の面では海外に行くことができるって言ったところね。だから自衛隊の海外派遣っていうのは平和維持活動に、まあ平和維持活動、これ PKO って言うんだけど、 PKO のみですよって言ったところ。だそこもね、まあ覚えておいてもらったらいいかなと思います。であとはもう一つ、この3つ目、めちゃんこ大事で、日本は第二次世界大戦において、アメリカからですね、核爆弾っていうのを落とされてます。なので日本はまあこの世界の中で唯一の被爆国になるんです。なのでこの非核三原則っていうのがですね、強くこう訴えかけてるわけです。で日本国内の中ではね、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずっていう、この非核三原則っていうのをとても大切にしてます。でこの非核三原則もめっちゃテストに出てくるから、持たず、作らず、持ち込ませずね、これしっかりと覚えておいて。 OK、 みんな言うてみて、核兵器を、はい、持たず、作らず、持ち込ませず、はい、この3原則はちょっとしっかりと覚えておいてくださいといったところで、ここではですね、まあ平和主義であったりとか、まあその憲法9条とかといったところをこう掘り下げていってます。でその中でこう3つのポイントがここありますので、そこをですね、まあ最後におさらいしておきましょう。でまあその憲法の規定の中で、まあこう全文では国際協調と平和主義で言ってるけども、まあこの第
第9条の中で具体的に述べられているこの3観点、めちゃくちゃ大事ですから。はい。戦力の放棄、戦力の保持、交戦権の否認。まあ、戦力の不保持って言ってますけど、自衛隊はありますよと。ただ、自衛隊っていうのは自衛のための、まあ、軍隊って言ったらあれですけどね。自衛のためのものであって。で、海外においては、じゃあ国際平和維持活動ですね。平和維持活動のみにですね、派遣されてますと。それは PKO って言ったりとかします。あとは、日本は唯一の被爆国なので、その、非核三原則っていうのは強く唱えてて、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず、この三原則をとても大切にしてますよっていうところ。ここですね、結構覚えなあかんこと多いですけども、しっかりと覚えておいてください。